赤かぶりです。赤かぶりでした。やっぱクリスマスって言ったら赤よな。赤だよね。赤かわいい。てか私最初さ、めっちゃ似てるようなの着てくると思った。え、マジ？めっちゃ似てるな。すぐに着てきて。うん、クリスマスだね。やば、ちょっと気が早いけど。早いけどね。スタバはもうクリスマスですよ。今日からですね。あ、今日からなんや。そう、11月1日から、飲みたかったのこれ。めっちゃ美味しそう。絶対美味しい。ストロベリーベルベットブラウニーフラペチーノとモカですね。これはちゃんと言うのにさ、めっちゃ省く。ちょっとこっちはね、ちょっと長かったからやめといたわ。じゃあ行きましょうか。イエーイ。めっちゃ可愛いんだけど、クリスマス。So it's true. I'm so glad you feel it too. Nothing to hide for in love. カンパーニュって何？めっちゃ美味しそう。カンパーニュ？サンドイッチ？うちもジュリアちゃんはスタバ全種類食べたことあると思う。ないかな。でもこれさ、最近の気がすんじゃん、出たの分かんないけど、めっちゃ美味しそう。美味しそうだね。ソラちゃんがさ、これ食べてるじゃん、よく。大好き、大好き。それでさ、それ見てこの前食べたら美味しくてびっくりした。めっちゃ美味しいわ。めっちゃ美味しい。これにしようかな。スタバってさ、ご飯も美味しいやん、うん、すごいわ。最高だよ。バタースコッチドーナツって美味しそうだけど、どんな味なんだろう。そう、大きいな。大きい。ニューだ。これもニューか。ニューだよ。ニューですね。迷うな、これは。メリクリー。11月1日やね、今日ね。これクリスマスでも見てわかるよ、ね、こちら合わせてきたなって絶対なっとる。絶対わかるし、気合い入りすぎですよ、これのために。そうやで、だってさ、初日のこんな朝早い時間からさ飲みに来てるってほんまに好きなんやなっていう。多分1人目これ飲む。だって店員さんまだ名前覚えてなかったで、これ。ちょっと名前わかんないんですけどみたいな。そう、すいません、こんな朝早くからいただきます。いやいや、いただきます。乾杯。メリクリー。メリクリー。ホットにしました、私は。わわ、全然違うね。ね、見て、なんかかかってる。赤いものがいっぱいかかってます。赤い粉が。これ何、ラズベリー、イチゴか。なんて言ってたっけ。全然話聞いてない、二人。覚えられない。覚えられない。ストロベリーなんとかね。あ、まだ暑いかな。どうぞ飲んでください。私めっちゃ猫舌やねんな。私もそう。多分暑いわ。これ絶対暑いよな。ね、ストロベリー、あ、ごめんなさいね。おーおー、かぶせてきた。おーおーおー。ストロベリーベルベットブラウニーモカ。あ、じゃあブラウニーの味とかするんや。え、ベルベットって何なんだろうね。ベルベットって何だっけ。コナンのさ、名前におるやん、ベルベットって。そうそう、え、お酒の名前とかやった気がする。え、そうなの。え、これで違ったらめっちゃ恥ずかしい。お酒味。アメリカの定番スイーツ、レッドベルベットケーキだって。ちょっと調べるの早ない。ここに載ってました、スターバックスの説明のところに。全然お酒じゃなかったわ。ベルベットケーキ。ベルベットケーキって何ってもなって。まずね、てかネイルかわいい。かわいいでしょ。めっちゃかわいい。ハート。ハートなの。かわいい。こっちは全然クリスマス意識してません。まだネイルはな、まだな。うん、めっちゃ赤いケーキだよ。赤い。あら、食べたことない。の、まあ、果たしてじゃあどんな味なのかもまだわからん。わかりません。まずいただきます。いただきます。ゆっくりで。そう、ゆっくり。うん、すごい。いちご。いちご？めっちゃ入ってきた。いちごがストロベリーソースだ。え、それ果肉みたいな入ってんの？うん。へえ。うん。おいしい。うまっ。あ、ちょっとね、いける？うん、いけるいける、ちょうどいい。よかった。え、どう？いちご味？いちごの味もするけど、ブラウニーの味もしっかりする。うん、え、うまっ。ケーキ食べてるみたい。めっちゃおいしくない？え、超美味しい。パパ、これも絶対あったかいうちに食べた方がいいやつやで。もうクリスマス楽しんでるのうちらぐらいやで。うちらとスタバだけ。でもさ、ハロウィン過ぎたらもうすぐにクリスマスソング聴き始める。私マジ、うん、毎年。何聴くん？え、あの、まずマライア・キャリーの、あー、はいはいはい、All I want for Christmas is you。 デレレレみたいなやつやろ。テン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 。オンチなのこれ。でもさ、ジュリアちゃんっていつもそういう行事とか楽しんでるイメージめっちゃある。あ、クリスマスのイメージめっちゃ強い。うん、うん、めっちゃ好き。クリスマス。てか多分まず赤が好きだから。あ、そもそもね、うん、めっちゃ楽しめるじゃん、赤を。うん、すんごい嬉しくて。かわいい。あとやっぱイルミネーションとかかわいいね。この間さ、歩いてたらさ、表参道の歩くとこあるやん、うんうん、あの、もうイルミネーションの準備してました。
え、私もこの前通ったらさ、なんか点灯してたよね、あそこ。え、びっくりしたんやけど、早いてって思いながら。めっちゃ早い。でもなんか練習みたいな、練習とかね。かけんの下手くそなんかなって。めっちゃ時間かかってますけど、大丈夫ですか？ここにオープンって書いてるのにね。オープンが開かない？こうか。あ、そっちか。あ、お茶目。お茶目な沢です。美味しそう。初だね、それね。え、これ初めて食べる。これはね、前から食べてるけど、めっちゃ美味しいやつ。パンの匂いってめっちゃ幸せになる。わかる。優雅やな。優雅な朝すぎ。朝よ。ほんと朝ごはん、うん。どうでもいい話していい？いいよ。うち最近さ、家に降りながらジュリアちゃんのことめっちゃ思い出すんよ。なんで？なんかさ、どういうこと？なんか最近、牡蠣を、果物の牡蠣をめっちゃいただいたんよ、うん、でそれを切って、うん、なんかチーズとかで食べるときに、うん、ジュリアちゃんがさ前お家でさ梨とさチーズのさ振る舞ってくれたやんか。あれが美味しすぎて、あれはね毎回思い出すんよ。やってよ、牡蠣も絶対美味しい。ジュリアちゃん元気かなって言いながら食べてる。あれマジうまかったなと思いながら。会えない人じゃないから元気かな。そういつも思い出す。私はね今朝もソワちゃんの動画を見てます。ほらやっぱりお家が一番幸せ、間違いない。そうちゃんの動画ばっか見てる。いや嬉しいわ、本当にずっと見てるからやばいわ、ファンだわと思って。あ、なんかスタイルブック届いた。え、本当今日の朝。ありがとう、嬉しい。待って、ここにリップついてる。もういつもね、ここにつくの。嘘、わかる？わかんない。そっちね、ハベにはめっちゃする。ここにつくの。なんでなんやろ、あーってした時にここにただつくの。ほんと、よかった、届いて。てかさ、あれさ、最初買おうと思ったらさ、うん、なんか限定じゃないけど、すぐ売り切れててさ、うん、あ、もうこれ買えんのやと思ってたらさ、届いてびっくりした。あ、でね、これから店頭に並んでくっていう。あ、そういうことか。うん、だから一旦、オンラインでは終わってる。あ、そういうことか。うんうん、もう嬉しい、買ってくれようとしてるな。そしたらもうなくなってて、うん、あれってなった、うん。それはそれは、もうプレゼントしますよ、もちろん。ありがとうございます。メッセージも書いてくれてた。ちょっと字を下手でね、ごめんなさいなんですけど、ソワンワンって書いてくれてた。なんちゃんとソワンワンって名前も書いてくれてた。ソワちゃんにするかソワンワンにするか迷ってソワンワンにしておきました。うん、最高。前はハロウィン以来やんな。うん、ハロウィンの時も飲んだスタバを一緒に。結構やっぱね、なんかクリスマスとかっていうイメージはめっちゃソワちゃんあるから。あ、ほんまに？そう、スタバでクリスマスの新しいの飲みたいって思った時に、あ、じゃあソワちゃん絶対誘おうと思って。え、嬉しい。だってほんまに昨日やったもんな、夜。あ朝なんしてるって聞いて。すいません、いきなりで。え、全然全然。朝活やなと思ってた。朝活です。そしたらちゃんとクリスマスのね、お洋服着てきてくれて、朝早くからありがとうございます。じゃあこそ、これね、毎年着たくなるのよ、これ、クリスマスに。超かわいい。お花がついてる。お、お花がいっぱいついてるんです。めっちゃかわいい。これどこのとかあるの？シーロンっていうブランドなんやけど。書いてあるわ、ボタンに。お前めっちゃ書いてるわ。え、かわいいよね。超クリスマス。これ着てたらさ、もう一発でクリスマス感あるよ。この子、11月1日からクリスマス楽しんでるわという。わかるよね。これならまだあれかな、どうなんだろう。これもでも結構クリスマス感あるよね。ある。もう赤赤やったらもう確信じゃう。確かに今日のテーマ赤なんやなっていうか、合わせてきたねみたいな。アトモスピンクですね。アトモスピンクです。これはめっちゃ可愛いと思って。可愛い、それマジ可愛い。これもうね、最初にね、展示会、うんうん、行った時にこれまず一番最初に決めたやつ。めっちゃ強かったよ。近い、うん、直列。かわいい、あややん。着てるよ。着てるよ。なんかさ、一緒におるときいつも頭スピンク着てるイメージある。前着てる。前もそうだったよね、ハロウィンときね。なんなんだろうね。すごいよね。通じてだね、あややん。あややん。あややん、来て。朝活に。待ってる。でも多分来るで、チャリで。本当？うん、チャリで来てくれる。LINE してみよう。早い、ね。来たらすごくない？来たらすごい。何してるかな。てかこれめっちゃ美味しいんやけど、このパンも。トマトめっちゃ美味しい。何入ってた中に。お肉入ってる。チキン、ゆで卵、レタス、うん、トマト、そう、あとベーコンも入ってるわ。へえ、盛りだくさん。いいね。なんかさ、本当はさ、スタバでプレゼント交換的なのしたかった。ああ、ええやん。でも、全然売ってなかった。あ、まだ売って初日やからかな。そう、ああと思って。絶対可愛いのいっぱいあると思ってきたのね。絶対あるよね。ありませんでした。じゃあまたあの出だしたらやろう。あ、そうしよう、そうしよう。てかさ、今度さ、案件でやるよな、うちら。プレゼント交換。やる。
やるやるやる。なんかさ、クリスマスの時期ってさ、いつも動画一緒に撮ってるよね。何なんだろうね。めっちゃおもろい。ね。なんか企業さん的にも、クリスマス、あ、なんかいいペアって思ってくれてるのかな。やっぱイメージあんのかな。去年もさ、あったでしょ。あったあったあった。あったよね。去年何、なんだっけ ?2 個ぐらい。まずフードパンダのそうパーティー、そうそう案件やらせてもらって、でもうちらがやった1ヶ月後ぐらいに終了してたんよ、フードパンダが。そこを LINE したからジュリアちゃんに、びっくりよね。えみたいな、この前撮ったばっかりやんなと思って、びっくりしたわ。びっくりしたな。あとあれか、関西行ったよね。あ、行った行った。あ、ねプレゼント交換そこでもした。おクリスマス、おなんなん、イメージついたのかな。イメージついたんかな、うん、なのでまた出ると思います。うん、楽しみにしててください、はい。先に言っちゃう系、先に言っちゃう。さあ、ちゃんとバイバイしました。最高の朝活だったな。クリスマス店内もクリスマスだし、ドリンクもね新作で美味しかったし、やっぱ店内がクリスマスソングめっちゃ流れてて、すっごいもう最高、クリスマス感満載で、やっぱスターバックスってこの時期最高だなと思いました。ということで、ちょっと今からお友達のプレゼントを買いに行きたいと思います。ショッピングですね、行ってきます。パンダがもうクリスマスになってる。オーナメントが可愛すぎる。やばー。もう買いたくなっちゃう。全部可愛い、全部可愛い。キラキラ。もうすべてが可愛すぎる。わかるかな？光ったんだよね今。この辺のアイテムたちは全部光るものですね。これも絶対可愛いじゃん。お買い物しちゃいました、イエーイ。っていうことで、自分にも買ったんだけど、マネージャーさんにも買っちゃいました。いつもお世話になってるから、なんかクリスマスはいつもね、なんか誰かにこういうものをあげたくなるんですよ。クリスマスを楽しんでもらいたいから、なんかねクリスマスアイテムをね、そう渡したくなるの。私なんでこんなクリスマス好きなんだろう、本当に。でもやっぱりこれはサンタクロースからクリスマスを普及してくださいってね任命されてると思って、私はねこれからもクリスマスをね楽しんで普及していきたいと思います。ということで、今から事務所でミーティングがあるので、じゃん、こちらのプレゼントをマネージャーさんに渡しに行きたいと思います。無事ねプレゼントも購入できたし、というハッピーな朝です。じゃあ事務所へ向かいます。イエーイ、喜んでくれるかな。クリスマス今日明るくてグリーンのバッグ持ってきたから、めっちゃクリスマス意識しちゃってますね。11月1日からこれミニクリスマスプレゼントです。超ミニ。めっちゃ早いですけど。でもなんかよかったら置いてください、お部屋に。なんでまた泣きたんですか。涙もなくないですか。え、見てみてください。私も同じもの買っちゃいました。じゃあ遅いってことですか。待って、手振れる。なんでなんで、ほんと見に行くの。可愛いなと思って。可愛いですよね。これ光るんですよ、下ライトつくんですよ。あ、ついた。落としそう。可愛くないですか。可愛い、可愛いですよね。じゃーん。これぜひお部屋に置いてください。夜につけたら可愛いなと思って。え、本当にサンタさんだった。めっちゃ早いサンタさん。今日からディスティングを置いてください、ぜひ。よかった、喜んでくれて。なんでなんでなんで。いやいやいや、可愛い。嬉しい。よかったです、喜んでくれて。ミーティング終わりました。お家に帰ります。あ、今日の全身ファッションこんな感じでした。帰ります。帰ってきました。
帰ってきて何時間経ったのでしょうか。そしてもうお風呂にも入ってしまってもうパジャマです完全に。寝るじゃこ、はい、もう寝る時間なんだけど、さっきさマネージャーさんにミニプチプレゼントをしてたものを私もお揃いで買ってしまったんですよ。もうあまりにも可愛くって、これはもう私のねリビングに飾りたいなと思って買っちゃいました。めっちゃ新しいものをね怖がるの。こうやって変な動かし方をしたら怖がるんだよね。やばいね、ジャグ君、これクリスマスです。あ、これもうクリスマスです。しかもこれね光るの。これ怖い、ほら怖いでしょ、動くんだよこれ。あ、これちょっと見て、点灯式します。ナユ君、ジャグ君、いいですかこれ。 3,2,1 点灯していくよ、見ててよ。 3,2,1待って、部屋もっと暗くして見せたい。絶対可愛い。はい、2度目の点灯式を行います。ジャック君、能力見ててくださいね。いきますよ、3,2,1。わー、なんか明るくなっちゃうカメラだと。きれい、クリスマスがもうじきやってくる。どうですか、能力かわいいでしょ。本当にさ、カメラだと明るく見えちゃう。なんでだろう。どこに置くのでしょうか。私はこれをどこに置くのでしょうか。正解はじゃーん、かわいい、かわいい、やばい、クリスマスツリーが来ました。ここもさ、光ってくれたらもっとよく。ジャック君どう、どう、かわいくない、気になるね、これ気になるね。ということで我が家のミニクリスマスツリーです。もう少ししたら大きいクリスマスツリーも飾ろうと思ってるんだけど、もうこうやってやるだけでいいよね。グッ、かわいい。ということで今日はスターバックスの朝活からこの夜まで撮ってましたクリスマスを感じる11月1日になりました。ジョーク君もクリスマスシーズンだからね、わかった。クリスマスツリーがもうすぐ来るからね、わかった君たち。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。やばい、キャンドルたちがあるからめっちゃいい匂いする、はい、クリスマスツリーもねもう少ししたら出すので、またね部屋がガラッと変わると思います。それもね楽しみにしてくれると嬉しいなと思います。ということで私はそろそろ寝まーす。次の動画も楽しみにしててください。バイバーイ、おやすみなさーい。